皆さん、こんにちは。ソフトバンクは11日、今オフに西武から FA で加入した山川穂高選手の人的保障として、甲斐野博選手が西武に移籍すると発表し、西武からも甲斐野選手獲得が発表されました。今回は、山川穂高選手の人的保障に伴う誤報の原因や、ファンの反応などについてまとめてみましたので一緒に見ていきましょう。甲斐野選手は最速160キロを誇り、今季はリリーフで46試合に登板し、3勝1敗、防御率 2.53、8ホールド、2セーブをマークしていました。甲斐野選手は球団を通じて、突然のことではありましたが、ホークスには本当にお世話になり感謝しかありません。ドラフト1位で取ってもらったものの、期待に添えるような活躍はできなかったと思いますが、チームメイト、監督、コーチ、スタッフ、フロントの皆さんには温かく見守ってもらい感謝しています。今回僕を評価、指名してくれた西武球団にも感謝しています。チームの雰囲気が明るく、ファンの方も熱いイメージがありますので、ベルーナドームでプレーするのが今から楽しみです。最後にホークスファンの皆さんにも感謝を伝えたいです。良い時も悪い時も声援を送ってくれ、福岡の街を歩いていてもよく声をかけてもらいました。怪我から復帰した時にマウンドで受けた声援はずっと忘れません。今後のホークス戦でもこっそり僕だけ応援してほしいです。これからも野球人としてやるべきことは変わりませんので、ブレずに自分らしく頑張っていきたいと思います、とコメントしました。報道陣に対応したソフトバンク三笠杉彦の GM は、プロテクトリストから甲斐野選手が外れていたことについて、毎年苦渋の選択になりますけど、28人という少ないプロテクトの人数の中で選択をしてというところです、と語っています。西武の渡辺久信 GM は、チームにとって救援投手が大きな補強ポイントでした。まっすぐとフォークで打ち取ることができる、ライオンズにいないタイプの魅力的な投手です、とコメント。熟考はしましたよ。いろいろ選手見ながら球団内で話をして決めました。いい戦力だと思います、と話しました。一部報道では和田毅選手の名前も上がっていたため、安堵の声も上がった一方、実績ある右腕の流出にファンも衝撃。ネット上ではプロテクト外だったのか、甲斐野を出してしまうのも結構やばい、これはこれでショック、マジかよ、もう感情が追いつかん、などと混乱が広がっています。この他にも、朝のニュースは何だったのか、和田ちゃんかい、絶対裏で何かあったんやん、との声のほか、ソフトバンクファンからは、長く活躍してほしかったけど怪我してからいまいちという感じだったから、ライオンズで頑張って、君はできる、西武で増田からクローザー奪って西武王になってほしい、などの激励や、西武ファンからは、甲斐野は普通に良い投手だと思う、これはこれでいい補強、大どんでん返しな感じだけど楽しみ、と期待する声も上がっています。2021年1月8日に静岡出身の一般女性と結婚したことを明かしました。相手は1歳上のアナウンサー系美女なんだそうです。プロ入り前から5年の交際を経てのゴールインだったそうです。プロに行けるかわからないくらいの選手だった自分を支えてくれた、しんどかった時期も知ってくれている、と話していました。ソフトバンク本拠地である福岡のテレビ西日本の福岡 TNC ニュースは11日に公式 X を更新、西武がソフトバンクに FA 移籍した山川穂高選手の人的保障として甲斐野博士選手を獲得したと発表したことを受け、和田投手に打診も方針転換と伝えています。この日、地元テレビなど複数メディアが獲得候補を和田選手に絞ったことを報道。 TNC はホームページでも、ライオンズは10日までにチーム最年長和田毅投手の指名を打診していましたが、方針を転換としました。ネットではこの日朝から和田選手の移籍情報にショックを受けるファンが続出。一方で、正式発表に情報が違いすぎて複雑な感情、何がどうしてどうなったの、和田説なんだったん、などの声が上がっていました。この移籍騒動が確定直後から、 SNS では岩瀬式プロテクトというワードがトレンド入りしました。岩瀬式プロテクトとは何か、2017年に日本ハム大野翔太捕手が海外 FA 権を行使して中日に移籍した際、中日が日本ハムに提出した28人のプロテクトリストから守護神岩瀬仁紀投手が漏れているとされ、同投手が人的保障で指名された場合には引退すると発言したとされる騒動を指します。結果的に金銭保障で決着しましたが、
一部では日本ハムは岩瀬選手を指名しましたが、引退という言葉で指名が見送られたとの解情報が飛び交う事態となりました。この日、複数のメディアが西武が人的保障で和田毅選手を指名する方針を固めたと報道しました。しかし夕方に発表された人的保障選手は和田選手ではなく甲斐野選手であったことから、2017年の一件と酷似しているとして、ファンの間でこのワードが持ち出されることになったようです。ここからは誤報の原因となった和田毅選手が人的保障になり移籍となった理由について見ていきましょう。和田毅選手の人的保障の理由1、記者が年齢を理由に移籍予想。和田毅選手がプロテクトから外れ移籍と発表された理由の1つ目は年齢にあると言えます。ソフトバンクホークスの後継者とはいえ、年齢は現在42歳です。将来有望な若手選手を守るためにソフトバンクホークスは仕方なかったと言えるのではないでしょうか。ホークスとしても当然和田毅選手をプロテクトしたかったはずですが、プロテクト枠が28人と限られているため、年齢の高い和田毅投手がプロテクトせず移籍になると、とある記者が思い込んだのではないでしょうか。当然西武ライオンズも42歳の投手よりホークスの若手を取ってくると思い、和田投手をプロテクトから外れ移籍と考えたのだと思います。和田毅選手の人的保障の理由に、記者が年俸の高さを理由に移籍予想。年俸の高さは移籍の理由の一つと言えそうです。今年の和田毅選手の年俸は2億円。西武ライオンズは多数の FA 選手流出が起きているほど年俸の支払いには厳しい球団です。その西武ライオンズが年俸2億円の和田毅選手を取りに行くとは非常に考えにくかったわけです。ホークスとしても当然和田毅投手をプロテクトするべきですが、プロテクト枠が28人と限られているため、年俸の高い和田毅投手がプロテクトから外れると予想した記者がいたのではないでしょうか。和田毅選手の人的保障の理由3、本人が移籍を拒否した可能性。こちらは諸説ありの情報ですが、和田毅選手本人が移籍を拒否したのではないでしょうか。過去にも FA の人的保障で他球団に移籍するのを拒否したのではと言われている選手がいます。元中日の岩瀬さんですが、日本ハムファイターズの大野さんがファイターズから FA した際、人的保障として岩瀬仁紀投手を指名しました。しかし岩瀬仁紀さんは移籍を拒否したのではと言われています。今回ももしかしたら同じケースで和田毅選手本人が移籍を拒否した可能性もあります。ではここからは甲斐野洋選手が人的保障になった理由について見ていきましょう。甲斐野洋選手の人的保障の理由1、年齢。甲斐野洋選手がプロテクトから外れた理由の1つ目は年齢にあると言えます。ソフトバンクホークスの後継者とはいえ、年齢は27です。プロ野球選手の27歳といえば一番脂の乗った時期であることは間違いないです。しかし、ソフトバンクには若手の有望な選手がたくさんいることも事実。将来有望な若手選手を守るためにソフトバンクホークスは仕方なかったと言えるのではないでしょうか。ホークスとしても当然、甲斐野洋選手をプロテクトしたかったはずですが、プロテクト枠が28人と限られているため、年齢が中堅といえる甲斐野洋投手がプロテクトから外れたのではないでしょうか。甲斐野洋選手の人的保障の理由に、野手を厚めにプロテクトしたのは理由の一つと言えそうです。西武は野手が手薄のチーム。山川選手が抜けてなおさら選手層が薄くなりました。そういった背景があって西武は野手を指名してくると予想。しかしソフトバンクの予想とは裏腹に西武は投手を指名してきたということではないでしょうか。甲斐野洋選手の人的保障の理由 3FA で補強した選手はプロテクトする必要がある。諸説あり。こちらは諸説ありの情報ですが、 FA で補強した選手はプロテクトする必要があると言われています。近年ホークスが FA で補強した選手は又吉克樹選手、峯井弘樹選手、近藤健介選手、山川穂高選手です。これは一種の諸説なので真相は分かりませんが、おそらくホークスとしても峰井選手よりは甲斐野洋選手の方がダントツで貢献しているため、甲斐野洋選手をプロテクトしたかったはずですが、こういった事情もあるかもしれません。今回の人的保障ではファンの方が相当怒っているものと思われます。いかがでしたでしょうか。今回は甲斐野選手の人的保障に伴う移籍についてまとめてみました。朝の時点では和田選手の移籍濃厚だと言われていましたので、急遽甲斐野選手と公式に発表されたことにより
ファンの動揺は計り知れません。今回の移籍に伴い球団の対応に疑問を感じたり不満を抱いた方も多く出てきたようです。今後もプロ野球界から目が離せません。甲斐の選手について思い出等があればぜひコメント欄で聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。